休みの日って何してんの？一日中家にいるわ。部屋にこもりっきり。私と一緒じゃん。私ゲーム実況撮ってるんだけど、もしかして二見さんもゲーム実況撮ってたりする？お疲れ様です。ムービンです。今回もキミキスのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートはとうとう二見さんの攻略を開始いたしました。周回プレイ回数としては5回目のプレイとなります。初手失敗し、234と女の子を攻略し、5周目という感じですね。というわけで見ましょう。はい、二見さん不思議ちゃんですが、こういうキャラクターほどキミキス、まあギャルゲーでは映えるかもしれない。楽しみですね、やはり。はい、喋り方がうざいかもしれない。あ、というわけで朝さきのさんと出会いました。おはよう、さきのさん。あ、おはよう。この子可愛かったな、マジで。元気に行きましょう。じゃあね。元気しか取り柄ないんでね、ムービンは。ゲーム実況内で元気しか取り柄がないんで。あ、二見さん、2年の教室で早速ゲージを上げるイベントがあるというわけで、であれば残りは理科室、花壇、理科室のセレクションだ。いや、キミキスとかギャルゲーやってる時って私のテンションが高いから多分人気なのかな。運動量と力学エネルギーに関して予習しておいたか。予習したっけ。佐々木どうなん。次の授業物理じゃないか。赤順から言って当たるのは君だぞ。ヒイラギやすとし。ところでさ、ヒイラギのさ音ってさ、ヒイラギ、ヒイラギどっち？なんか結構両方ある気がするんですよね。ヒイラギかもしんないし、ヒイラギかもしんないよね。なんかさ、こう読み方ってさ、どっちが標準なんてあるのかね。いろいろありますけどね。そう、そっか、しまった、何もやってない、何もやってないようです。やれやれ、俺は知らないからな。こういう時は優しくないのね。そう、名前の読み方ってさ難しいよね。最近さ、鬼滅の刃のさ映画があるんですよ。私見に行ったんですけど、まあ、最近じゃないけどね、多分この動画が投稿されるタイミングの最近じゃないけど、あの私と家内は煉獄さんだと思ってたの。そしたら煉獄さんだったっていう、そういう差があったりして、なんか名前の発音って難しいよね。うん、というわけで、ゲームに戻りますと、どうしよう、今からやっても間に合いっこないしな。そうだ、二見さんに聞けばいいんだ、彼女なら絶対わかるはず。この間あんなことやらされたんだ、これぐらいいいだろう。そう、こういうところがこのルート、この主人公をアホだなって感じるとこですね。二見さんは確か B 組だったな。この後もかなりバカさ加減爆裂するんで見ててください。二見さんはと、あ、いたいた、二見さん見っけと。二見さん、はい、二見さんいますね。おい、はい、あいつうちのクラスじゃないぞ。ざわざわ。本当だ、二見に話しかけるなんて物好きなやつ。ざわざわ。結局バカにされるだけなのに気づいてねえんだよ。そう、出会いのイベントでも分かったかもしれないんですけど、二見さんって結構人を小バカにする性格があるんですよ。なんか、あなたには分からないのねみたいな感じの態度を取ってくるタイプなんで、結構ね孤立してますこの人。クラスというか、あの学校っていうの、学校でっていうのかな、クラスのみんなが遠巻きに見ている。何かよ。そのここじゃ話しづらいな。どこか場所を変えない？え？どこへ行っても一緒よ。みんなこんな感じ。主人公がなんかその遠巻きから見られてることが嫌だっていうことには気づいてくれてるみたいね。それとも二人きりになれる場所を探す。からかってくる。私はそれでもいいわよ。え、私それがいいな。そんな時間はないな。主人公は時間を取る。いや、ここでいいよ。そう。で、何の用？はい、何の用ですか？物理なんだけど、次の授業で当たるんだ、教えてくれない？ここで。あ、こいつ勉強を教えてもらいに来たみたいだぞ。こいつ二見さんに勉強を教えてもらいに来たのかみたいな。そんなやついるのか、この学校にみたいな反応されています。なんて無謀な、かわいそうみたいな。みんなひどい目に遭ってるのに。バカだからね主人公、マジで。そう、あなたも。も解けない自分を受け入れられないの？あ、二見さんバカにするタイムですね。え？私の力を借りて問題を解いて、それが何になるの？はい、何になるんですか。でも一応さ、力借りつつも問題解けばさ、解き方の何、流れとかわかるからさ、勉強になるとは思うけどね、普通に。始まったよ。ちょっと自分が、ちょっと自分が頭いいからって。
まあ、わかるよ。言い方がやっぱ嫌だよね。人ってさ、やっぱ言い方がさ、大事なところある。同じ指摘もさ、一旦鵜呑みにしていこうぜみたいな、コミュニケーション関連のさ、講座みたいなのでよく言われるじゃん。一旦相手を同意してから自分の意見話しましょうねみたいな。そういうことだよね、結局。教えてやればいいじゃないか。結局、自分だけ良ければいいのさ。などと言われてますけど。先生に怒られたくないから。みんなの前で恥をかかずに済むから。ここでさ、細やかというやつに教えてよ。僕たち友達じゃないか。ごめん、もう聞かないよ。どれがいいんだろうね。友達じゃないかにしとく一応。どれだか忘れちった。僕たち友達じゃないか。友達？本当にそう言える？え？私と友達って言える？それは、まあまだ会って間もないからなみたいな。あ、さよならなっちゃった。二見さん。二見さんに聞けばいいやってちょっと安易に考えちゃったよ。ごめんね。こういうところです。いいわ。アホっぽい感じ。もう行って。ちょっとなんか強く言い過ぎたかなって悲しい顔してる。うん、じゃねー。そうだな、自分で考えないとな、ある程度は、みたいな感じな気がするんだよな。私にはそう映るんだけど、皆さんどうですか？二見さんがなんか、それに、なんていうの、私に聞いて何になるのって言い方をしてるから、確かにな、自分で頑張ってとかないと良くないよな、みたいなこと考えたのかなって、私はあのイベント見て思ったんだよね。はい、というわけで、二見さんに話しかけていきましょう。物理どうなったんですかね、気になるけど。何か用？よかったらちょっと話さない？話せるかな、まだ外される可能性ある。別にいい。よしよしよし、オッケー。別にいいパターンです。というわけで、やっぱ映像入れていきましょう。あー、外れた。ダメか。タイミング悪いわね。なんか微妙なのかな。興味がないわけじゃない。どうしようかしらね。じゃあドリンクとか飲み物。よし、入った。食べ物系好きなんですね、やっぱり。二見さんの好きな飲み物って何？コーヒーよ。あー、そうだ、言ってた言ってた。コーヒーは入れたてに限るわ。ブラックとか飲めそうな人っぽい気がする。食事とか読書とかもいいのかな。食事。よし、入った。焦った。どうでしょう、食事どれでしょうね。二見さんって和食と洋食どっちが好き？洋食と言ってもファーストフードが多いわ。ジャンキーなもの好きなの？ああ、音符か。でも甘いものもっかいやってな、入るかな。3つ連チャンボーナスしたいよね。甘いもの頼む、入ってくれ。あー、ダメか。ダメか、連続投げは。タイミング悪いわね。その話前回入ったからね。多分どっかのタイミングでまた入るようになるんでね。前回1ゲーム目で入ったから、多分1ゲーム目じゃないな、91で入ったから、そういう時間な気もしなくはないが。読書と音楽か。映像が入ったんだっけか。映像入んなかったんか。じゃあたまには勉強とか投げてみる。自宅学習どう？あー、ダメだ、やばい。予習復習って。タイミング悪いわね、その話。ダメでした。もう時間ね。2ヒットかな、まあ、2ヒットならこのゲームとしてはいい方っちゃいい方だな。ただハート引きたいんよな、できれば。はい、というわけで肩に行きましょう。どうでしょうね。パーソナリティデータがもっと知りたいよ。さっきのさんは話しかけません、ごめんなさい。裏ですね。二見さん、色、いてくれ。あ、よし、いたいたいた。よしよしよし。ちょっといい？お、話しかけてきてくれた。あ、二見さん、いいよ。もちろんいいよ。じゃあ、何か話さない？話していきますか。いいね、何話すかな。さてさて、というわけで、ショッピングないんだよな。分かってんねけどさ、分かってんねけどさ、入れ直すっつってもね、他が減るもんしか知らないからな。結構恋愛系入るんじゃね？恋。うん、恋愛系読んだもんね。めっちゃ入るじゃん。二見さんって恋に興味ある？あるわ。お、その行為自体にね。あ、だからキスも興味があったの？行為って。え？行為ってことはつまりエッチですか？言葉濁してるけどな、私一応。音楽どうでしょう？よし、ありました。いいね。二見さんって音楽聴くとき何使ってる？ポータブル CD。 あ、持ってるって言ってた、聞いたことあるな。それじゃヘッドホン？そうね、ベッドで寝そべりながら聴いてるわ。聴いてそう、似合うね。よし、ハート。よしよしよし、いいね。分類的にはいい。これ一応連チャンボーナス狙って、無理だったらアタック狙ってみるか。プライベート、プライベート、プライベートいいんじゃない。おっ、しゃった。恋愛系入ってるね。恋愛系多いんか。下がり集まった気がするんだけど。そう、昔がね、地雷なんだよ。だから家族関係地雷なの、この人って。確か休みの日って何してんの？一日中家にいるわ、部屋にこもりっきり。私と一緒じゃん。私ゲーム実況撮ってるんだけど、もしかして二見さんもゲーム実況撮ってたりする？
そんなことねえか。そっか、学校にいるときとあんま変わんないね。そうね。バカにしてんのかこいつ。多分でも何も考えてないんだろうな。なかなかいい話を知ってるのね。よしよし、好印象。音符ハートぐらい。あ、ハート2連ちゃん。よしよしよし、これはアタックしちゃおうかな。1回ぐらい外してもいい気がするから、読書投げようか。おし、入った。オッケー、いいね。連ちゃんですよ、しかも4連ちゃん。二見さんって本読む方？読むわよ。どんな本？たわいのない小説から論文まで。あ、これ聞いたか前回。ネットにパブリックなものがいろいろアップされてるから。前回のパート聞いたな、多分。あれ聞いてなかったっけ？覚えてねえな。というわけでエッチ入れてたんだけど、エッチ投げたいけど当たっちまわさい。言ってなかったっけ？なんか聞いたことあった気がするけど。過去パートかもしんないし、過去シーズンかもしんないな。二見さんよかったら今日一緒に帰んない？一緒に？私と？驚いてますね。そう。どうして？どうして？一人で帰るより楽しいと思うけど。バカ。頭空っぽ侍。いいわよ。お、オッケーされました。本当？じゃあ待ち合わせは放課後、校門でいい？ええ。じゃあ放課後にねん。さようなら。いちいちさようならって言うのこの人。さようならがなんかだいぶ黒いんだよ。怖いな。残り1マス埋めるか一応。埋めにかかるだけかかるか。あ、誰もいない。まあいないならいないで別にいいです。さあ、あとそろそろ帰るか。二見さんと一緒に帰るか。来週になんないとまだ出会ってない人とは出会わないはずだから。二見さんごめん、待った？別に。よかった。じゃあ帰ろうか。ええ。ほんとバカっぽく読んでていいのかな私、この主人公。せっかくイケメンなのに。すげえ二見さんと絡んでる時バカに見えるんだよな。なんでなんだろうね。二見さんどっか寄りたいとこない？別に。そっか。今日学校で面白いことがあってさ。そう、よかったわね。もうずっと一人で喋ってんじゃないこいつ。二見さんは今日なんかあった？別に何もないわ。そう、よかったな。話が続かない。あ、続かないんだ。ずっと喋り続けてるわけじゃないんだ。私 ね、人が黙っててもずっと喋るからな。ここいいあ、どこかへ寄っていかない？遠慮しておくわ。行かないか。そっか、じゃあまたね。さよなら。さよなら。別れるとき真似しようぜ、二見さんと。先にさ、さよならって言おうぜ。絶対バカにされてるって分かって怒られるかな。こうして二見さんと一緒に帰った。いいね。あー、おー、ちょうど音符がそぎ落ちるというファインプレイ。はい。というわけで、寝ます。はい。特に話題袋も変わってないんで。で、次も、ゲージ上げイベントが前半でないと出会っていく意味がないね、正直。どうしますかね。まあ見ていきましょう。まず1ゲーム、ない、ない、ない、あー放課後か。放課後なんだとしたら、他の人と出会おうか。どうせカットするし。なんで、他の子と出会いつつ放課後に、理科室行きましょう。はい、そんな感じでやっていきます。はい、というわけで放課後になりました。魔王姉ちゃんと四条さんと出会いました。というわけで放課後の理科室行きましょう。はい、やっていきましょう。やれやれ、教科書忘れるなんてドジだな。座ってたのはここだから。というわけで主人公が教科書忘れてるみたいですね、理科室に。お、あったあった。さて教室に戻るか。ん、理科準備室の方に、人の気配が。二見さんじゃない？あ、二見さんだ。なんか読んでるみたいだな。雑誌かな。随分熱心だな。二見さん何読んでんの？落としましたね。ごめん、驚かしちゃった。雑誌落としたよ。あ、それは。お、何の雑誌だ。お、キュートティーンって、これティーン向けの情報誌だよね。二見さんでもこういう雑誌読むんだ、意外だな。返して。お、かわいいじゃん。すごい見出しだね。恋の ABC に、気持ちいいキスってか。あ、気持ちいいキス気になっちゃったのかな。これってこの間キスが気持ちよくなかったから。改善しようとしている。また実験されますよこれは。そうよ、あの実験は失敗だったわ。はあ、実験か。ちょっと傷つくなって感じなのかな、主人公としてみたら。でも次はうまくいくわ。お、次があるんですか。ネクスト実験。今実験の英語が出なかったんですけど、まさか。この本に書いてあること試させてよ。ええ
その実験最高。ちょっと待ってよ。そんなの困るよ。どれだっけな、正解。その実験最高ではなかったと思うな。そんなの困るよって、困った方が多分この子を喜ぶから、困るだっけ。そんな困るよ。それはなんていうか、その あれ別に困らないのか。動かないでよ。うん、正解じゃなかったかも。え、あなたは何もしないで、私に原因があるのか探るんだから。あ、まずは自分側ってこと。わからなくなる。ちょっとそんな。はい、唇にキス。うわ。ううう。ふだみさん、そんな。ああみたいな。受ける。こいつ受けるな。ふは。動かないでって言ったのに。無理だよ。息だって苦しいし。で、どうだった？ひどかったわ。前の方がマシだわ。今日のは最悪。ひどいか、最悪とか、ひどいとか最悪とか、ひどい言われようだな。あなたはどう？気持ちよかった？主人公はどうですか？そんなこと聞かれても怒んないよ。ちょっと気持ちよかった説あるね。実験は失敗ね。もう帰るわ。さよなら。はい、だけど2度目の実験ですね。ここまでは私見たことある気がする。どうだっけな。そうで、このセリフの出方に違和感を覚えた記憶がある。二見さんがなぜそんな行動に出たのか僕にはわからない。僕が雑誌を見つけたから、見出しを読んでちょっとからかってしまったから、まるで似つかわしくない女の子向けの情報誌を読んでまでキスを研究しようとする二見さん。彼女にとって僕は単なるキスの実験台。僕以外の男子ともこんなことをしてるのだろうか。いや、それはないよな。彼女はいつも一人だから。キスしたというのに唇に悲しい感触だけが残った。青春。いいっすね。ちょっと噛み締めてしまったわ。どうしよっかな。今22分ぐらい収録してる。ちょっとじゃあもう1日ぐらいやる。30分ぐらいになっちゃう気がするけど。あ、違うか。土日入るから土日カットしてもう1日やろうか。じゃあ、はい、というわけで土日を過ごしました。というわけで寝ます。初手の方のさ、土日イベントって存在意義あんのかな、これ。もう飛ばしてよくねって思っちゃうんだけど。今、前回とか私が実況したことある甘噛みでは結構意味があったんだけどさ。お？朝イベントかな？今日は朝から暑いなぁということで、あ、これはあれだ。あれだね。走らないと、めぐむちゃんと出会うのかな？確かそうだった気がする。遅刻して、間に合わなくて、風紀委員のめぐむちゃんにブチ切れられるっていう。また遅刻なの？夏休みボケはいい加減にしてよね。また遅刻って結構何回も遅刻してんのかな、これ。めぐみちゃんなんだけど、めぐむって呼べと。今なんて言った？私はめぐみじゃなくてめぐむよ。というわけでこの子も攻略したいんだけど、今ではないということでカットさせてください。よろしくお願いします。はい、というわけでゲージがマックスになってる二見さんを引き続き攻略していきたいんですけど、いつも通りの音楽花壇、音楽でいこうかな。だからパンチラーイベントそろそろ見れんじゃねということで食堂行こうか。パンチラーイベント全然見れる気がするな。ワンチャンあるな。ん？私音楽室選んでる？あ、私間違えた。ちょっと待って、さすがにこれはミスったわ。ごめん、ちょっと選択ミスはちょっと良くないなあ。良くないけど、あれだ、やり直し聞かないわ。ミスった。どうしよう。セーブしてねえもん。セーブしてねえわ。これは失敗インゴね。なんか選択ミスはさすがにちょっとやり直してえなって思ったけど、これはがっつり失敗だね。がっつり失敗しました。一日無駄しました。はい、じゃああれだ、もう君キスすんなってことだ。疲れてるってことだ。今回のパートこれで区切ろう。あー、なんか話題増えたわ。まあ、痛手だけど、みたいな。まあ、食堂でパンチラ見せてください、じゃあ。食堂でパンチラ見せてくれれば。これはあれだ。河原さんイベントか。くっそ、違ったわ。二見さんイベントだと思った。いや、ごめん、みんなごめん、ミスっちゃったわ。でも話題どんどん増えてくな、おい。もうなんか、話題どんどん増えてくぞ。怪我の巧妙というやつかな？日本語合ってる？わかんないけど。で、二見さんいるじゃん。話しかけてみようぜ。ワンチャンあるぞ、これ。これワンチャンあるな。どう？何かよ。頼む。よかったら話させてください。お願いします。
よっしゃー、これは終わったかと思ったが、ワンチャンあるぞ。ワンチャンだけどね。3つだからね、結構な成功率。映像外れてないんだけど、ただ入らない可能性もありますね。甘いもの、放課後の甘いもの、よし入りました。頭使ってると甘いものを食べたくなるよね。そうね、そんな時はよくチョコバーを食べるわ。そういうの買ってるんだ。そういうの持ってんの似合うね。というわけでどれがいいかな、どれがいいかな。自己学習さ、確か入ると思う。自宅か、自宅学習入ると思うんだよね。タイミングの問題だと思う。よし入った。確かにこれマイナスじゃないと思う。ふたみさんって家で勉強してる？ええ、してるわ。まあ、頭いいししてんじゃない。どれぐらい？気分が乗った時は一晩中、乗らない時はネットを見て寝るわ。一般的だね。なのにこんな頭いいんだ。お、ハートだね。いいねいいね。あと一個、あと一個、あと一個入れられれば。あ、読書、読書も映像もね、もともと入るワードだから時間帯によると思う。よし、オッケー。よし、アタックできる。よしよしよし。絶望してたけど、無駄な一日を過ごすと絶望してたけど、これはアタックいけますよ。あるわよ。小さいのだけど。うん、小さいのだけどあるよって。ほとんど見ないけどって話だね。あなたの話って、どれもいい感じね。こういうさ、なんかテンションが高い時のふたみさん、めっちゃ可愛いよね。普段からこうだといいのになとか思ってんのかな、主人公。アタックしていきましょう。弱ったー。今日という一日を無駄にするとこだったわ。キスか。ふたみさんともう2回もキスしたんだよな。でも怖くてそのことに触れられない。ふたみさんはどう思ってるんだろう。まだ実験をする気なのかな。ねえ、一つ聞いてもいい？なんすか。あ、いいよ。何？最近よく私に話しかけるけど、なぜ？なんでですか？なぜって言われても。理由よ。ないの？ないのかな。それは放っておけないから。実験してから楽しいから。どれだ、どれがいいかな。放っておけないっていうのもわからんくない。楽しいのも、主人公は楽しそうだよね、わりかし。楽しいからでしょ、楽しいから。楽しい？私と話すのは楽しいんじゃない。主人公楽しそうに喋ってるね。うん、楽しいよ、変わってて。ふたみさんは僕と話してて楽しくない？私は話しかけられるから。照れてる？答えてるだけ。照れてんじゃない？それだけ。ふたみさん照れてんじゃない？ひどいな、そんな言い方。気に入らないなら無理に話しかけてこなくていいわよ。もうちょっとムキになってる。無理なんかしてないよ。ただ二見さんと話したいだけなんだ。そう、本心なんだ。ガチ本心っぽい。マジでこのルート頭空っぽ侍なんだよな。なんか他のルートでもこいつ頭空っぽやなって言うけど、トップで頭空っぽ。なんか頭空っぽな上に縁までちゃんと拭われてるぐらい頭空っぽですね。ほこり、塵一つない。実験したいだけだと思ってたから。ああ、これは地雷だね。これ言ってたら地雷だったわ。え？この間無理やり実験したから、もう話しかけてこないと思ってたのに。ああ、無理やり実験して話しかけてこないと思ったら話しかけてくるから期待してんじゃねえのっていう。あなたの様子が変わらないからまた実験したいのかと思ってた。おお、危なかった、あの選択肢は。う、実験は実験だよ。ふたみさんはちょっと変わってるけど、だからって僕は。なら、え、また実験させてくれ。どうしよっこの、また今度はあなたの番。私は動かないから。エッチじゃん。あなたの自由にして。え、始まるじゃん。さ、ふたみさんはそれでいいのか。ドキ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 。じゃあ行くよ。ええ。うー、また実験か。しかも今度は僕の自由にだなんて。もっと普通に友達になりたいのに。そんな感じなの。お前ピュアやな、ピュアやな。どうしたの、しないの。もうし、もう無理だよふたみさん。こんなのおかしいよ。実験なんてもうやめよう。そう、ならいいわ。さよなら。ああ、さよならされちゃった。ふたみさん。どうしたどうした。お、抱きしめていく。キスはできないけど、こうしてることなら。なるほど、グレードを下げようと。キスをグレード下げたら何かと思った時にハグが出てきたのかな。どうして。いいっすね、この CG。なんか可愛いよ、ふたみさん。いいですね。自分でもよくわからない。嫌だったらやめるよ。慌ててたんだろうな、こいつ。私は慌てまくった結果、ちょっと引き止めるにはとりあえず掴もうみたいな感じだったのかな。嫌じゃないわ。お、嫌じゃない。気があるんですか、二見さんにも。徐々に。そういえば誰かに触れたのは久しぶり。お、久しぶりってことは過去に誰かに触れたことがあるんですか。誰かに触れて触れ合ったことがあるんですか、誰かと。
二見さん出たモノローグみたいなやつ。二見さんは長くまっすぐな、二見さんの長くまっすぐな黒髪が僕の鼻をくすぐった。長く汽車な肩が今にも壊れそうで緊張した僕の手は震えた。自分よりはるかに頭のいい彼女がこうしている間に何を考えているのか不安になる。けど見透かされてもいい、バカにされたって構わない。僕が傷ついても彼女を傷つけるのはやめよう。そう決意したとき僕は自然と彼女を話していた。恋愛小説っぽい。そうだね。そう、じゃあまたね。かけがえのないものになっていくか、二見さんの中にでも。そして声をかける佐々木、今またねって。あ、さよならって言ってない。さよならって言ってないよ。これちょっと鳥肌立った。これは良い、良いというかすごい心境の変化なんじゃないか。また会えるんでしょ、あなたとは。おお、保証されてるのか。今後も話しかけてくれると思ってるんだね、二見さんも佐々木が。もちろん会えるよ、いつでも。またね、二見さん。またね。またねに変わった。これはやはり恋愛レベルが上がってるイベントのだけありますね。早口、うるさ。はい、というわけで好きな話題変わりましたということで、レベルが2に上がってるはずです。私の見かけが正しければ。多いならちょっといいかい。お兄ちゃん、はい、寝るとこな。妹を叩き起こして自分の評価を聞くクソな兄出てきました。二見さんにはあんなに優しいのにもかかわらず、妹には厳しい。そして切れる岩尾の眼光がこちらに突き刺さりますね。明日じゃダメ。どうやら明日じゃダメみたいです、佐々木にとっては。すみません。というわけで上に上がりました。で、全員の女の子と出会っております。はい、という状況でございますね。で、話題袋変わってるんで、食べ物とか基本的には変わってないと思うんですけど、新しいのが入る可能性が高いっす。レベルが上がってると、あの行動系がより突き刺さるようになったり、特にあれかな、ちょっとエッチめな話題だったり恋愛系の話題が入れられるようになったな、なるなったなると思うんで、そこら辺ちょっと調節していきたいですね。ぽやしみ。はい、というわけで今回はここら辺で収録を区切りたいと思います。はい、次回も二見さんを攻略していくんでよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。ブンビンでした。バイバイ。